いらっしゃい。大将、桜はいつ開花するのかな。気象庁に聞いてください。中谷雄心のオールナイトニッポンモバイル。中谷雄心です。第49回目が始まりました。大阪出身、21歳、世界で活躍できるシンガーソングライターを目指し日々歌ってる21歳の男でございます。今日のトークはちょっと、いつもちょろちょろ僕の話題には出てくるし、先週のやつはカモーみたいな言葉も入ってたんですけれども、テニス、まあ、僕はずっと高校までテニスをやってまして、高校も推薦でテニスの公式テニスね、公式テニスの推薦で行ったりしてたんですけれども、まあ何があって今結構テニスブームすごいじゃないですか。錦織圭さんの勢いがまあすごくて、あの人一人でほぼこの日本のテニス界を盛り上げてると言っても過言じゃないぐらいすごい盛り上げてらっしゃるんですけど、まあ今度はだから全仏オープンなのかな、全仏オープンでまあ頑張ってグランドスラムなんとか優勝してほしいなと思ってるんですけれども、こうやっぱテニスってやっぱみんな勘違いしてるのが、決めるスポーツだと思ってるでしょ、ボールを打って。違うんですよ、ミスらないスポーツなんです。あれは結果統計を見たらテニスの試合は9割9分ミスの方が多いんです、ポイント。だからエースの方が多くて試合が終わるなんてことはほぼほぼない、ほとんどですよ。だから今まであったのはナブラチロワ選手で、知ってるでしょ、あの人が何回かやったぐらいです。1回か2回、もう ほんと多分そんくらいだと思いますよ。だからミスらないスポーツなんです。そうなんです、だから皆さん意外と勘違いしてるんですよ。エース取った方がやっぱかっこいいけど、やっぱそれは同じぐらいのね、拮抗し合ってる実力者が勝負してエース取れるなんてことはまずあんまないんです。だから守備がすごい大事で、錦織選手はすっごい守備も上手くて、まあ、攻撃も上手くてオールラウンダーでって感じなんですけど、まあだから皆さんにねそこをちょっと分かってほしいし、まあ、見てるときね、いかにこう守備がうまいかとか、守備うまいですねとか言われる選手いるじゃないですか。ああいうのはこうベースラインって分かります？こう自分の目の前にある一番後ろのライン、だから四角で囲ってある自分側の一番近いラインですね。だからそこをまず入ってるのか、その前にバックしてるのか、それをまたいで前か後ろかでもすごいやっぱポジションが違いますし、テニスボールはこうバウンドして上がってきて落ちたところを打つと思ってるでしょ。違うんです、プロはバウンドして上がったここを打ってるんです。上がってボールが頂点になったところを打つんです。だから下がったらこの分こう落ちてきてここを、まあこのラジオで伝えるの難しいな、こうだからこう描くでしょ、バウンドしてこうバンヒューはのとこに打つんじゃなくて、バンヒューでこの円みたいなやつの頂上で打つの。じゃあより高さが出てネットしない確率が増えるし、タイミングも速くなるし、攻めれるっていう角度もつくし、でもっと速い人はバンバンのもうすぐ打つ、それがまあライジングっていうんですけど、野球でいうショートバウンドをキャッチするみたいな感じで打ったりして、だから相手は戻れなくなって逆疲れるとか、めちゃめちゃ難しいんですよ。僕本当勉強は全くできないけど、多分テニスのことに関したらめちゃめちゃ頭いい、本当に。だから相手の逆をつくとか言うじゃないですか、逆をついてるのはあれは距離とか運でも何でもないですよ。体がこっちに右に反応した時に右に反応してるなと思って左に打つから逆をつかれてるんですよ。だから相手が真ん中にいてどっち来るやろどっち来るやろ、あ逆つかれたっていうのは右行こうとして左に打たれたから逆つかれてるんですよ。だから運でも何でもなくて、
ちょっと難しいんですけどね。ここら辺はテニスやってる人じゃないかと、ちょっとわからないと思うけど、まあ、錦織さんのおかげでテニスのテレビがやっぱり結構放送されるので、見てほしいなと思います。テニスの魅力がね、もっともっと伝わると思いますので、全仏オープン、みんなで頑張って応援しましょう。テニスのね、優勝できるように、本当に優勝してほしいなと思います。さあ、そして今回の企画は、ソレイケ勇進です。番組から出されたミッションをクリアするために、僕が必死こいて汗をかく企画でございます。今回のミッションは、卒業ソングを作れ。でした。歌シリーズ第5弾。最近歌ですね。最初が、父の日に向けてパパの歌。そして2回目がクリスマスソング、クリスマスの夜はっていう曲作ったんですね。そしてエトソング、あの頃のまま、バレンタインソング、ビター&スイートと、今まで4曲作りましたけれども、今回、テーマは卒業ということなんですけれども、僕卒業といえばこう別れというイメージで、いろんな人とねこう出会い別れがある、その別れの方を取ったんですけれども、なので失恋ソングを作りました。失恋ラブソングを。では、いい曲になったんじゃないかなと思います。だから、こう、ザ・卒業ソングっていうイメージじゃないですね。だから、一年中歌えるようなラブソングになってると思います。だから卒業シーズンっていう感じじゃないかな。テーマは合ってるんですけど。で、こう、今回、何が違うって、今までと何が違うっていうと、キャンディーキスを撮ってくれたミュージックビデオの監督をしてくださった田中監督と共同に僕作詞をしまして、メロディーは僕が考えたんですけど、聞いていただいたらわかると思うんですけど、なんか新鮮でしたね。共同作業をやって。なんか作り方を、過程を言うと、僕がまず最初に曲作って、こんな感じの曲ですと、田中監督に渡して、テーマが、失恋ソングです。で、なったんですよ。で、僕が作詞をして、田中監督も作詞して、全然違うじゃないですか。それをもう本当合体させたみたいな歌詞なんですよ。だから田中監督は田中監督で書いてくれて、僕は僕で書いて、それをこう、僕がこういろいろ合わせたりして、ほんで監督とそれをいろいろやり合ったりして、なのでこの何割何割って出すんだとしたら、本当55で僕の歌詞と監督の歌詞が合わさって、すごいいい歌詞になったんじゃないかなと思います。メロディーもねすごいいい曲になりました。そして、タイトルは空っぽという曲なんですけれども、今回はキャンディーキスのミュージックビデオを撮ってくれた田中監督と、共同に作詞をしたんですけれども、失恋ソングなので、こう失恋の歌詞をこう書いていく過程で、こう女の子とこう別れてしまって、最後に空を抱きしめるという、空と書いて空を抱きしめるというフレーズが出てきたんですけれども、すごいいいフレーズだなと思いつつも、こう歌ってこう皆さんに聞いてもらうと、ちょっと空って何ってなるかなと思って、こう分かりづらいかなと思ったので、他にいいフレーズないかなって二人でこう模索しやってたら、こう空っぽというフレーズが出て、それもタイトルにしてしまおうということで、この曲になりましたね。とりあえず聴いてもらいたいと思います。空っぽ。君が振り返らないこと、僕はもう分かっている。好きが好きだったに変わって、終電車のベルが鳴る。君が出した答えはいつだって正しかったね。巻き戻せない時計は間違わずに進んでく。分かってるけどごめんね、やっぱり今はまだいくつもの優
しさが僕を少し弱くした。強くなるはずだった。今は空っぽで言ってる。いかがだったでしょうか。まあこの曲は田中監督と2人で作ったんですけれども、なんか僕がこう歌詞をパッて見てもなんか僕っぽくないなって思うところもあり、僕っぽいなって思うところもあったりするので、ほんと5割5割のなんか容量が詰まった作品になったんじゃないかなと思います。すごいだから新鮮味もあり、なんか僕の書いた歌詞感もありという、すごい、まあ、自分で言うのもちょっと恥ずかしいですけどいい歌詞なんじゃないかなと思います。空っぽでした。で次回のミッションが、もう決まってるそうなんですけれども、はい、じゃあ見てみましょう。ゴールデンウィークをテーマに曲を作れ、6段ですね。じゃあこれ、はあ、頑張ろう。これ結構意外と作詞が僕結構やっぱ時間かかるので、早速取り掛かりたいと思いますね。ゴールデンウィーク、イエー休みだぜっていう曲、いやイメージはね、イメージがね、頑張ってきます。とにかくよし、はい、じゃあ以上、それいけ有心でした。中谷有心のオールナイトニッポンモバイル。第49回目も終わりの時間です。まあどうでしたかと皆さんに聞きたいんですけれども、空っぽどうでしたか。僕自身ちょっとすごいいい曲ができたなと思うんですけれども、次はゴールデンウィークをテーマに一曲作れということなんで、まあバラードじゃないかな、絶対アップテンポを作ってくると思います。まあどうなるかまだ全然わかんないけど、頑張っていい曲をね、とにかくいい曲を作ってこようと思います。そしてお知らせがございまして、4月14下北沢ラグーナ、4月17渋谷デュオで、ライブがございます。ね、暇だったり近かったりする方、ぜひ来てほしいなと思います。そして公式モバイルファンクラブがございます。アイシングユーシングホームページをチェックしてみてください。そして僕は SNS をやっていまして、ツイッター、インスタグラム、特にインスタグラムは僕1日に一投稿しているので、ぜひチェックやフォローをしてほしいなと思います。そして番組にメッセージをください。受付メールアドレスはユーシンアットマークオールナイトニッポンドットコム、ユーシンアットマークオールナイトニッポンドットコム。たくさんのメッセージをお待ちしております。次回もぜひ聞いてください。よろしくお願いします。バイバイ。素だって正しかったね、巻き戻せない時計は間違わずに進んでく。分かってるけどごめんね、やっぱり今はまだ。いくつもの優しさが僕を少し弱くした。強くなるはずだった。今は空っぽで言ってる。